この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずは日立市からのリポートです。日立子ども芸術祭が14日と15日の2日間日立市幸町の日立シビックセンターで行われました。日立子ども芸術祭にはステージ発表15団体体験・展示コーナーに17団体が参加し、子どもたちの1年間の練習の集大成として踊りや太鼓、琴の演奏などが披露されました。皆さんがこれまでの練習や活動を積み上げてきたことをお友達や大勢の人たちの前で発表する場です。日頃の活動の成果を多くの皆さんに披露し、日立子ども芸術祭を華やかに盛り上げることを誓います。おこと子ども教室は市内2カ所の教室に通う小中学生12人が童謡などを演奏しました。どんどん難しい曲を演奏していって、で他のお客さんにもなんだろうこれいいなとかってなんだろう思ってもらえるといいなと思います。他の国の人に日本の文化や今の日本のこういう和風な音楽はあまり見られてないのでもっと広めていきたいです。お琴を通して、集中力をつけ、それからお友達と力を合わせて合奏する楽しさを味わってもらって、それが学校生活や他のことに生かしていただけたらいいなと思っております。土浦市や下妻市、茨城町の子どもたちも参加して元気な発表に大きな拍手が送られました。ちょっと緊張したけど、よくできて、間違ったところもあったけど最後までできてよかったです。今仲間意識とかも希薄な時代なんで、そういった地域の人との密着度とか、あと慰問に老人ホームなどの慰問に伺うんで、そういう世代超えたね触れ合いが将来身になっていくのかなと。体験展示コーナーでは書道や拓本、将棋、そろばんなど親子で楽しめる体験がいっぱいでした。いいでは3円投げる日立少年少女発明クラブはプラスチックの竹とんぼ製作を行いました。ここに穴を開けるとこがちょっと難しかったです。ちょっと難しいとこもあったけど楽しかったです。日立ボードゲーム少年団はドイツのゲームを中心にボードゲームの遊び方などを紹介しました。やっぱりボードゲームを通しながら、先ほど言っているようにコミュニケーションを取って友達を増やして、あとルールというものがあるんで、そのやはりルールを守っていくという大切さを知ってもらいたいですね。子ども芸術祭には2日間でおよそ5300人が来場し、多彩な発表と体験を楽しみました。続きまして、鉾田市からのリポートです。東京電力福島第一原発事故の影響を受ける福島県を応援しようと、鉾田市立朝日南小学校が福島ひまわり里親プロジェクトに参加することになりました。4年前に福島県富岡町から避難してきた児童姉妹が帰郷することになったことから、姉妹が転校前の18日全校児童に花を咲かせてと呼びかけ、ひまわりの種を託しました。とても綺麗で有名な町でした。4年前の地震の時、私たち家族は初めは近くの中学校に避難しました。次の日の朝には原発が危険かもしれないという情報があって、隣の村に避難するよう言われました。私たちが住んでいた家は原発からまっすぐ測ると7キロメートルくらいしかありませんでした。写真は大越の体育館で撮ったものです。大越の体育館では3日間過ごしました。今でも私と妹は地震の前に住んでいた家には一度も入ることができないままです。しかしお父さんとお母さんが家に行って写真を撮ってきてくれました。庭は草だらけ、家の中は地震があった時のままでした。そんな福島を応援しようという取り組みがあります。福
福島ひまわり里親プロジェクトは、復興のシンボルにひまわりの花を咲かせようと、2011年5月にスタートしました。全国の里親がひまわりを育て、採れた種を福島で咲かせて、各地との絆を強めていこうという取り組みです。これまでに10万人以上の里親から5トン以上の種が送られたといいます。こっちで咲かせます。福島に咲いたひまわりを今度は見に来てもらうことで観光に来てくれる人を増やそうという取り組みです。私と妹がひまわりの種を託していきます。転校するのが寂しい気持ちですが、私たちが大好きな朝日南小で咲いたひまわりから採れた種を来年の夏に私たち姉妹が暮らす福島で咲かせられたらとても嬉しいと思います。ひまわりの種が朝日南小学校に送られました。地震があった日、僕たちも怖くて大変な思いをしました。しかしそれよりも佐紀さんたちは自分の家から避難し、情報のないまま今年に避難してくることになり、不安な思いをしたと思います。僕たちが里親になってひまわりをたくさん咲かせ、種をたくさん取りますので、楽しみにしていてください。大和田佐紀さんから児童会に6袋分のひまわりの種が託されました。最初にここに来た時は友達と離れちゃって、友達ができるかとかそういう不安もあったんですけど、今もみんなと仲良くできたから良かったなって思ってます。早くあっちに戻りたいっていう思いでしたね。いっぱいひまわり咲かせて、少しでも福島が小さなことでも応援できたらいいなって思ってます。私自身ももっと県内に戻って、その県内の状況っていうのを知って、そういったものを、悲しみだけではなくて頑張ってるんだぞっていうことを県外にも発信できたらいいなっていうふうに、そういったつながりが、こう前向きなつながりですね、持てたらすごく嬉しいです。ここから、それを種を託された本校の児童たちがどういうふうにそれを育てていくのか、作っていくのかっていうね、そこにがスタートすると思います。続きまして、笠間市からのリポートです。生徒数減少に伴う学校統合により、3月末で68年間の歴史に幕を下ろす笠間市の市立東中学校で19日、生徒たちが校舎へのお別れにと感謝の思いを込め、最後の大掃除に取り組みました。市立東中学校は1947年度に旧大池田村立大池田中学校として開校しました。生徒数は1949年度の306人をピークに減少を続け、今年度は2年生15人と今春卒業した16人の合わせて31人でした。4月には市立笠間中学校に統合されます。その次、おそらくどういう団体か分かりませんが使用すると思いますので、その人たちが気持ちよく使えるように、最後きれいにしたということです。この子たちはみんな丁寧なんですよね。ですから仕事もすべてこう任せることができるし、丁寧に仕事をすることができて本当に助かってます。学年として1年間の指導なんですけど、付き合いなんですが、自分たちでやっていけるように指導して教えてきたつもりなので、それぞれが頑張ってもらえればというふうに思います。この日は授業終了後、在校する2年生全員で教室や廊下、壁などを清掃しました。雑巾掛けが終わった順に、生徒会の生活向上委員を中心にモップでワックスを入念にかけました。およそ2時間かけた大掃除で、生徒たちは校舎の隅々まできれいにしました。現在の校舎は1989年に敷地内に移転改築されました。木材がふんだんに使われていますが、学期末ごとの大掃除の中で生徒たちがワックスを丹念にかけているため、木製の床は今も艶やかな輝きを放ちます。すごく綺麗な学校なのにちょっと閉校してしまうのはもったいないなと思うし、
これから先も並行してしまってもどんどん使っていってほしいなと思います。校舎への感謝と過ごせた仲間たちとの思い出など振り返りながらバックス学園に臨むことができました。東小学校出身なんですけど、うん、東小学校もなくなっちゃうので、まあ、母校がなくなってしまうというのはすごく悲しいんですが、過疎中にいたらここで学んだことをしっかりと生かして生活したいなと思います。今まで2年間使わせてもらってありがとうございましたっていう感謝の気持ちを込めてバックス書きをしました。校舎の再利用については地域住民からコミュニティセンター機能の設置などを望む要望書が笠間市に提出されており、市で検討を進めています。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。今私たちは水戸市偕楽園の見晴らし広場に来ています。今もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、水戸の梅まつりが行われています。2月20日から3月31日まで行われていますが、もう今日この天気に合わせてお客さんもピークじゃないかと思います。今梅林の中に桃色や白、薄いピンクの梅の花に囲まれて甘い香りが漂う中話しているんですけども、私の隣にはですね、なんとなんとあの方が来てくださっているんです。2015年度梅大使の白戸由里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白戸さんにお話を伺っていきたいんですけれども、白戸さんは水戸で生まれて水戸で育ったということなんですが、この梅祭りはやはり幼い頃から行かれてましたか？はい、毎年ではないんですけれども、はいはい、家族と一緒にお散歩をしたりだとかよく、はいはい、伺っていました。あ、そうなんですね、はい、そんな白戸さんのお気に入りの梅とかありますか？はい、私のお気に入りの梅は六名木の中の一つの月影というものがお気に入りです。はい、特徴としてはどんな感じですか？はい、梅には赤と白があるんですけれども、月影は本当に真っ白という言葉がぴったりで、はい、花弁が少し緑がかっていて、はい、日の光に透けて白が少し緑がかっているような梅で、はい、とても綺麗なのでおすすめです。はい、そうなんですね。はい、私たちの後ろも今真っ白の梅が咲いているんですけれども、ちなみにですね、私はショッキングピンクのような濃いピンク色の梅が好きなんですけど、あれは名前は何て言うんですか？はい、あれは紅に梅と書いて紅梅と言います。はいはい、そうなんですね、勉強になりました。偕楽園、これから来られる方まだまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、お花見や梅を目でに来る方にこういうことを知っておいたら今よりもぐんと梅祭り楽しくなりますよっていうようなプチ情報などありましたら教えてください。はい、偕楽園東門から入っていただいて左手にとても見晴らしの良い広場の見晴らし広場という芝生があるんですけれども、はい、そちらの芝生は出入り自由で、そちらでお弁当も自由に食べることができますので、はいはい、そちらにお弁当などを持ってきていただいて、はい、ピクニック気分で気軽に立ち寄っていただくこともできるので、はい、そういったことを知っておいていただきたいなと思います。うん、今もたくさんいらっしゃいますもんね。はい、皆さんお弁当を食べたりしてゆっくりされてます。はい、ちなみにですね、この梅大使さんには白戸さん含め梅大使さんにはこれ梅まつり期間中はいつ来てもお会いできるんですか？はい、平日は4人体制で、はい、土日は10人全員で皆様のお出迎えをしております。はい、はい、そうなんですね。じゃあ、まあ、いつ来ても会えるということですね。はい、いつ来ても私たちがお出迎えをしております。なるほど、はい、梅のことも教えていただけるんですか？はい、もちろんです、私たちで。はい、なるほど。これから3月31日まで続きますけれども、これからあるイベントなど
ありましたら教えてください。はい、今週末には高校生の野立茶会と、あと野立茶会、普通の野立茶会が行われます、はい、また梅祭りの終盤になります29日にはよさこい梅祭りと、はい、水戸黄門祭り太鼓というイベントが開催されます、はい、これは水戸の夏の風物詩である水戸黄門祭りに向けた内容の催事となっておりますので、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、お話ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は水戸市偕楽園の見晴らし広場から2月20日から3月31日まで行われている梅の、水戸の梅祭りについてお伝えしました。さて、雨の大洗町に私今日はお邪魔しております。こちらはですね、農家の作業場なんですけども、今こうして入ってきますと、見てください、ほら、人参、一目瞭然ですね。こちらではですね、今この収穫したばかりの人参の選別作業が行われています。今日私どものお相手をいただきますのは、大洗町成田町で、もう人参作り何年かはこの後聞きますけども、ベテランの工作者でいらっしゃいます深作和夫さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、早速でございますが、人参を作って何年になりますか。もう20年以上になりますね。この辺りは結構人参作ってる方いらっしゃるわけですか。ここはほとんど、まあ、根菜類が多いんですね。まあ薩摩、大根、人参というので、うん、まあ葉物はほとんどないです。ここはまあ土地柄、火山灰の土地で、まあ風が吹けば埃が出て、すぐその葉物とか、まあ中と入ったりなんかするということで、はい、葉物はほとんどないです。うん、今あの拝見しますと、この人参をですね、これ収穫されてきた人参、もう土も何もついてない状態でコンテナに入れられてますけども、これ収穫してからこの先頭に並んでる状態と同じ、土も何もついてない状態ですけど、これどういうふうな処理を加えて今の状態になるわけですか。これは昨日、まあ、せがれが洗ったんです。まあ小一日かかりました。大体今、うん、ここにあるのは5トンくらいあるんですか。小一日かかって洗いました。そして水洗いされた人参は選別機にかけられます、はい、で選別機、これベルトコンベアがついて、はい、あの一つ一つがこう皿のようになってますけども、はい、この何でしょう、どっかで見たことあるなと思ったら、あの梨とかリンゴの選果場で見るような、そうしたあの一個一個乗せては重さごとにこうコロン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 、あの落っこっていくというふうなものなんですけども、この人参のこの仕分け機も基本的にはそういう構造ですか。そうですね、これはまあ人参の仕分け機率よりさつまを分けるために買ったやつなんですけど、人参乗せてみたらこれがまだ働いてくれて、規格がぴったりということで、本当に、うん、普段我々があのスーパーとか八百屋さんで目にするものっていうのは、長さがだいたい20センチ、太さ、あの 根元じゃなくてこのヘタのところですね、ヘタのところが直径がだいたい4センチから5センチぐらいのもので、まあ、大人の手のひらに1本がスポンとこう乗るぐらいのものですけども、ずいぶん大きいものがありますね。直径が10センチ近くあって、長さが30センチぐらいの太さの、あの大きさのものもありますけど、深作さん、こういう大きいやつは店で見かけませんか。これどこ行っちゃうんですか。これはあの刺身のつまに行ったりします。これは隣がやっぱり消えちゃうと、どうしてもこう大きいのが出るということで、まあ株間が狭くなればまあ細くいいし、株間が白くなれば大きくなると、うん、まあ、うちの方ではその刺身の妻とも契約しておりますので、うん、大きいのはそっちで行きます、うん、ということで、本当に深作さん今日はありがとうございました。いや、はい、ありがとうございました。はい、今旬を迎えているこの茨城の人参、この大洗の人参、ぜひ皆さんご賞味いただきたいと思います。茨城放送は茨城を食べよう運動を応援しています。
皆さんこんにちは、国崎屋の総司と申します。当店は大洗駅から徒歩で 7,8 分の大洗漁協の水揚げの魚を使った老舗のお寿司屋さんです。ランチのご紹介ですが、当店一番人気のランチは海鮮丼です。海鮮丼にはマグロ、イカ、エビなどに加え、ヒラメ、アナゴ、シラウオ、サヨリなど今が旬の地魚などおよそ10種類を盛り付けしております。ランチタイムにはご飯の大盛りを無料サービスしております。握り寿司の一番人気はランチ15貫握りです。こちらも日替わりの味噌汁をサービスしております。また日替わりのお味噌汁は日沼湖産のしじみ汁のお味噌汁に変更することも可能です。変わったところでは大洗を舞台にしたアニメガールズ&パンツァーをイメージした戦車寿司なども提供しております。季節になりますと大洗の岩牡蠣や生ウニ、アンコウ、アナゴ、ヒラメ、タコなどなど本当に美味しい地魚を揃えております。地魚をふんだんに使った海鮮丼や握り寿司、そして日沼湖産の美味しいしじみの味噌汁をぜひ一度ご賞味ください。今日は上寿司といつものパターンでまかない料理を食べてます。まず値段が安いことでいい品が入っていることですね。他の県ではなかなか地元の魚を食べるということはできませんけど、地元で食べられる魚が一番おいしいです。今日はですね、15貫の握り寿司を頼みました。ここはですね、従業員と来てるお客さん同士の和気あいあいしたその会話でお酒を飲むのがいいですね。